で、僕自身が CIT をこれ立ち上げた時に思いがあるんです。3つ大きな思いがあるんですけれども、その中の1つを今日具現化するというのが、1つです。ちょっとこのちょっとこの思いを少し話をさせてください。よいしょ。で、ですね、発足の思いとして3つあるんですが、1つはこれ後ろの方見えます？本当大丈夫？見える？で、ですね、まず1つはですよ、講師と受講生をつなぐ架け橋になりたいっていうのがあるんです。これはただの講習会企画ではなくて、皆さん基本的にはセラピストの方を対象にした講習会にしたいんです。これは PT に限らずですね。で、臨床家を対象にしたいというのが一つあって、で、ただ受講して講師の話を聞いて講習会で終わりではなくですね、しっかり講師の方と参加者の方がしっかりつながるような関係づくりを作っていきたいんですね。で、これはまた後で終わりに話はしますけれども、これが実はすごく重要なことになるんです。人との出会いっていうのがこれからセラピストとしてこう培っていく中で非常に重要になってくるので、それの一つ我々も架け橋の役割になりたいなっていうのが一つあります。それと先ほど言ったように我々臨床家なので、とにかく治療戦略へ落とし込まなければいけないんですね。座学で知識をいっぱい増やすこと、これすごく重要ですけども、結局それが皆さんの臨床に生かされないと講習会の意味があんまりないのかなって気はしてます。なので、基本的にはこういう治療戦略を落とし込めるための講習会を企画するので、実技を多くあるような講習会を企画します。で、座学ももちろんやってはいきますけれども、最終的には実技でつなげてっていうような講習会企画を、しています。で、最後ですね、この若手セラピストの育成応援というところなんですが、今回はこれを具現化する一つのちょっときっかけになっていけばいいかなという思いがあります。で、その3つの思いがあるので、ちょっとこれ我々の CIT のイメージなんですけども、 CIT っていうのはクリニカルイノベーションチーム、臨床を、みんなでこう改革していこうっていうのは、チームっていうのは講師参加者全員がチームになってほしいですね。なので講師と参加者が講習会だとかこういった臨床を通してイノベーションしていきましょうっていうのが我々の思いとしてあります。ですかね。その中で、今日はこれです。若手セラピストの育成応援ということなので、今回はCIT のスタッフが講師として話をさせてもらいますけれども、これ僕いつも自分の講習会でも話させてもらってるんですが、皆さんがですねこういった講師としてアウトプットする機会っていうのが今後作れていけたらなと思ってます。これすごく重要なことなんですね。それをちょっと話させてください。我々が何ができるかなっていうのが、育成だとか、ごめんなさい1個戻します、育成なんてこれ大それたこと書いてありますけど、これよりも応援したいんですね。若い、特に若いセラピストの方をしっかり応援したい。じゃあ何ができるかなっていうところですけども、講習会で得た知識を、講習会で得た知識は時間かければそれだけ、それなりの知識が増えるわけですね。ただそれが増えたからといって自分のものに使えるわけではないんですね。なので得られた情報をしっかりこうアイデアに変換するきっかけが必要なんです。だから講習会行ってていっぱいメモして、あ、なるほどなるほど、あ、この人のことこういうことなんだって分かっても、実は3日くらい経つとスーッとフェードアウトしていっちゃうというのは、通常ですよね。なのでそれを自分のアイデアに変換するためにはこれが必要なんですよね。アウトプットです。アウトプット。講習会は当然インプットです。こう資料なんていうかな、参考書を見ても本を読んでも何言ってもまずはインプットですよね。インプットから始めるんですけど、最終的にアウトプットすることが大事。なぜかというと、このインプットとアウトプットの間にはこのプロセス、大丈夫かこれ、大丈夫ですか大丈夫です。この先心配ですね、何かがなってますけど。よいしょ。ちょっともう一個のマイク確認してた、それじゃなくて、あ、そっちですかね。これです、これこれ。インプットとアウトプット。インプットするだけでは、やはり分かったようなつもりで終わっちゃうんですね。知識増えて、あ、すげえ勉強したけど、すごい6時間も5時間も6時間勉強して、なんか自分のものになったような気がするけど、じゃあ臨床出てみて、それが使えるか。
誰かに話してみて伝わってるか、全然ダメなんですよね。これ誰かに話すってことが実はすごく大事なんですけど、この間インプット、このアウトプットのそのプロセスをスループットっていうんです。ここがすごく重要。ここのプロセスで皆さん猛烈学習するんですね。インプットして、ここまでは人の言語です、人の言語、人の知識です。それがアウトプットするというプロセスを得ることで自分のものになってくるんですね。なのでアウトプットっていうのは実は猛烈なインプットです。アウトプットするっていうことは強烈なインプットになるんですね。自分のアイデアに変換することになります。このプロセスが大事なんですね。なので我々ができることっていうのは、このアウトプットする機会をこうやってちょっと作っていきたいなって持ってるんです。今日はもう初めての試みなので、まだまだ小規模でやっていきますけど、今後だんだん大きな規模ですね。最初に言った参加者の方が一緒にこうなって参加してもらって、こういった機会っていうのをこう盛り上げていけたらいいかなって思っています。ただの講習会にはしたくないんですね。そんな思いがあります。アウトプットは最強のインプットです。なのでアウトプットする機会を作りたいと。学会発表もすごく大事なんですよ。学会発表もものすごい大事です。ただ学会発表の参加者っていうのは割とそのなんていうかな、同じ興味を持っている人たちの集団なので割と一方通行でもできるんですよね。でも講習会っていうのはなかなかそうではないので、ここのやり取りをしていくことが大事。それも限られた時間ではなくて多くの時間を費やして肌と肌感じながらですね、同じ空間の中でやっていくっていうのが重要ですね。で今日も講師5人立てますけど、講師も話しながらすごい成長していくと思います。聞いてみ参加している皆さんも成長してほしい、もちろん成長してほしいんですけど、講師がですねインプットアウトプットしながらインプットしていて自分をアップデートしていくっていうような機会を、これを作りたいとですね、というような感じでいます。なのでちょっとじゃあ皆さんどうぞさですかね、はい、本日は、CIT 初めての試みですので、講師を5人立てました。で、ですね、今日の流れですけど、第1部は、午前中に2つ話をしてもらいます。1つ目は、胸郭への挑戦ということで、電気つけましょうか。田中さんです。田中さんが、一発目で話をします。少し実技も交えてやるそうです。で、2つ目に午後のところが、午前中の最後のところが生活機能リハでということで思うことということで、うちの新村が話をします。よろしくお願いします。で、午後からですよ。午後から、青年海外協力隊の活動と帰国の進路ということで、うちの川添が、話をさせてもらいます。よろしくお願いします。で、ここですよ。ここが面白いですよ。この子は PT なんだけどエステティシャンなんですね。綺麗になるためのメソッドということで、今日は皆さん綺麗になって帰ってもらえるんですよね。なのを、やってもらいます。村上です。よろしくお願いします。で最後ですね、最後うちの、中野瀬がやりますけども、皆さんの臨床をですね少しさらにアップデートするための、エッセンスですかね、お話をしたいということで、治療効果を高めるためにはということで話をしてもらいます。中野瀬です。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん一回退散してください。よろしいでしょうか。趣旨はこんな趣旨でやります。で、ですね、ぜひぜひ積極的な討議をしたいんです。講師がいろんな側面から話しますけど、ぜひ気楽に聞いてください。気楽に聞いて映画見るような感じ、そんなイメージで聞いてもらいながら頭フル回転してください。できたらですよ。で、できたら講師をつつくとかそういうことではなくて、建設的な意見をみんなで交わし合えたらいい時間になるかなと思ってますので、よろしくお願いしますですかね。はい、そしたら一発目のところは第一レクチャーということで、胸郭への挑戦ということで、うちの田中さんが言うんですが、皆さんごめんなさい、その前に僕言い忘れました、すいません。事務的なところで皆さんの机のところにこの講習会のアンケートっていうのをお配りさせてもらってます。でこれ裏表あるんですけども、ぜひそれぞれの講師に意見をください。
ダメ出しでもいいです、これこういうのがいいんじゃないのとかもいいので、皆さんのアイデアをここでぜひぜひいただきたいんですね。で、これから我々もちょっとこういったのをいただきながらアップデートしていけたらいいかなと思いますので、ぜひ協力をよろしくお願いします。それとちょっと最初に宣伝ですけど、 CIT のセミナーが年度内あと3回あります。1月に、成田先生をお呼びして、腰痛に対する運動療法とところと、2月に、筑波大学の山田先生をお呼びして高齢者に対する運動処方の基礎と応用というところで、最後今年度最後ですけど、3月11、12、2日間で、千里リハの吉尾先生をお呼びして脳システム障害と脳画像から見る臨床展開ということでお話をしてもらいますので、もし興味があればですね、こちらも参加してもらえたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、そしたら、講師の紹介をしたいと思いますので、お願いします。彼田中先生は、資格がですね PT だけではなくて、実は PT を取る前に鍼灸師の資格を取っているんですね。鍼灸師とあと産業カウンセラーという資格を有しています。で、今回は、胸郭への挑戦ということで、すごく大それたテーマを出してしまいましたけど、胸郭どうこうというところももちろんそうなんですけど、彼が今まで培ってきた知識とか経験をですね、PT 理学療法としっかりこう融合するような考え方を持っていきたいなというところで発表をしてもらいます。ですか、はい、よろしいですかね。それスライドしましたはい、ですか。はい、じゃあ、最初のセッションですけど、ちょっと朝一なので実技も少しあるようなので、皆さんちょっと体を動かしながらということで目覚めてもらえたらと思います。それではよろしくお願いします。ですか、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今ご紹介に預かりました田中と申します。ちょっと見たことある方とちょっと初めてお会いする方いらっしゃるんですが、よろしくお願いします。今日懇親会もあるので、ぜひ皆さんと話せたらと思っているのでよろしくお願いいたします。ではちょっと早速、きれいになるためのメソッドを、じゃないですね、胸郭への挑戦、すいません、いきます。はい、最初自己紹介させていただきます。名前は田中亮太、出身は神奈川県の川崎市です。で、生年月日1981年の生まれの35歳で、先ほど、言っていただいた資格の方が鍼灸師、理学療法士、産業カウンセラーというのでを一応持っています。で、趣味は健康関連というか健康グッズ試したり少しやったりしてます。で、僕は鍼灸師から、治療家人生というかセラピストとしてデビューさせてもらったんですけど、鍼灸師の方が今ちょっとやってないんですけど、8年ぐらいはそれのみでやって、そこで夜間の理学療法の学校行きながらっていう形で、それで今理学療法士としては3年経ったところなので、今日参加された先生方の方が先輩な方がほとんどかなと、まあ、下の方もいらっしゃるかもしれないんですけどと思うので、まあ、今日の、僕の今の考え、ちょっと鍼灸師時代の、考えを入れながら話させてもらおうと思ってるんですけど、理学療法士の先生方の見方からいろいろアドバイスだとかお話もできたらなと思っているのでよろしくお願いします。で、あと産業カウンセラーは鍼灸師時代取ったんですが、人の気持ちっていうところを少し知った方がいいんじゃないかなっていうところで取らせていただきました。で、この3つでちょっと僕は今、臨床を行っています。では早速入ります。で、なぜこのようなテーマにしたかっていうところなんですが、胸郭の挑戦でちょっと結構恥ずかしい、題名入れちゃってずっと後悔してたんですけど、胸郭って僕すごい苦手で、今年入るまで、あんまり体幹のことを触れたくないなって正直思ってる時期があって、で、胸郭は大切なのはなんとなく分かるし、皆さんも体幹とか胸郭っていうのは重要で見ると思うんですけど、なんとなくどんな状態だったらいいのかっていうのがあんまり明確じゃないというか、アライメントを見るのか、呼吸の状態を見るのかとか、いろんな評価あると思うんですけど、胸郭っていろんな状態に左右されるので、結構どの状態がいいんだろうかっていうのは僕の中で捉えられなかった部分があって、それでじゃあ胸郭どうやって考えようかっていうので、まあちょっと勉強していこうと思って、病院の同期のやつと、
一緒にちょっと今年初めからコツコツとちょっと呼吸だとか胸郭っていうのを少し勉強をし直したところ、まあ今みたいな、あ、今日ちょっと話させてもらう内容をちょっと頭の中にまとまってきたので、今日は話させていただこうと思ってます。まあ、ちょっと胸郭に挑戦、柿崎先生とかいらっしゃる中で、なんかそのぐらい頑張ってんなら言っていいと思ったんですけど、まあちょっと今日は思い切ってこんな題名で進めさせていただきます。で、皆さんの病院の勤務の方とかいらっしゃると思うんですけど、入院患者さん、高齢者が多いと思うんですけど、肺葉症候群とか栄養障害、まあ、呼吸疾患、整形疾患でもいいんですけど、みんななんとなく胸郭は大体関わってきて、胸郭に問題ある人かなりいらっしゃると思うんです。で、それぞれ呼吸だったら呼吸の評価、栄養だったら栄養の嚥下の評価、整形疾患だったら体幹の機能の評価、それぞれ分かれると思うんですけど、それって分けていいのかなってちょっと僕の中で疑問で、同じ胸郭っていうので、食べることだとか動くこと、あと姿勢だとか呼吸、そういうのが全部含まれる一個の役割として捉えないと、例えば動作だけアライメントだけ見て、それで食べる能力上がるのかとか呼吸能力上がるのかとか、そういうのって実際のところどうだろうっていうところで、少しその辺も今回調べたので、見ていきたいと思います。で、ちょっと今日は、サブテーマですので一回戻ります。サブテーマは西洋医学、東洋医学っていうところで、入れさせてもらって、多分理学療法士の先生方、東洋医学はあんまり興味ないかったり、ちょっと嫌いな方も多分いると思うんです。東洋医学ってちょっと怪しいなっていうような感じがあって、皆さんどんなイメージかなと思うんですけど、なんか漢方とか、ツボとかってあると思うんですけど、その辺が先行しちゃっていて、あと研究もちょっと少ないので、なんか怪しい、なんか一発芸だとか、なんか経験則っていう面が強いんですけど、確かに研究は少ないんですけど、東洋医学って2000年ぐらい前から、中国医学から始まっていて、中国とかってこの辺は、研究っていうあんま文化がなくて、機材も揃ってなかったので、もう動作をどう分析するかっていうことにすごい長けて、ずっと2000年間やってきたらしいんです。それで西洋医学っていうのはどっちかというと、ああいう機械とかが発達したので、そういう機材を使って、数値化だったりする、そういうので評価をしていけたんですけど、東洋医学はちょっとそういうのがないので、じゃあどうやって人を見ていこうかって言った時に、人の現象をすごく重んじて見ていった学問です。なので2000年間東洋医学はずっとそういうのをもう細かく見ていった医学なので、結構人を見るって、動作を見るとか動きだとか活動を見るときに、結構東洋医学の動きっていうのは、考え方っていうのは、参考になる部分があるなと自分では感じていて、その辺をちょっと今回胸郭に当てはめて考えてみようかなって思っています。ということで胸郭への挑戦いきます。で、今日のコンテンツなんですけど、ちょっと最初は胸郭がどんな役割かっていうところ、それで東洋医学と西洋医学の視点のちょっと違い、今ちょっと話したんですけど、もう少し話させてもらって、それで、まあ、いきなりちょっと整体って言葉出ちゃうんですけど、東洋医学の、これも後ほどちょっと話しますが、東洋医学がバックボーンとなって整体っていうのが生まれています。で、今巷にあふれている整体っていうのは結構いろいろ混ざってうさんくさい感じが多くあるんですけど、本当の整体ってちょっとしっかりした系統立ててあるものがあって、そこの考え方と今日はその実技をちょっとやっていきたいなと思っています。で、最後、理学療法士のとしての今の自分の考えを言えたらなと思っています。では胸郭の役割です。胸郭の役割、ちょっと本とかでパッて調べただけなんですけど、まあ、こんなところ、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、まあ、こういう役割をするよ、内臓の保護だとか呼吸運動だとか、それでここからよいしょ、インターネットで、これは何だっけな、胸郭可動域と、呼吸
の関係って調べたら、ポンって出てきたのを上からちょっと引っ張っただけなんですけど、それでこれをまあいろいろ研究されてきてるんだなって思いながら見て、読んだんですけど、なんとなく関係してて効果はある内容大体全部なんですけど、なんとなく胸郭の動き良くなると呼吸が良くなるとか姿勢が良くなる動きが良くなる、あと嚥下とかもあったんですけどちょっとこれに入れてないですけど、なんか食べる能力が上がる、なんとなく、でも全部結果がなんとなくみたいな、ちょっと限定してこれはいいけどこれは良くないっていうような、内容がほとんどで、結果のところじゃあ一体胸郭のどういうところを最初に見ましたけど見れば胸郭が良くなったっていうのかなっていうところを、少しこれを見ても解決できなかったので東洋医学の参考書を開いていくことにしました。ですね、この通り胸郭のたくさんの重要な役割を果たしてこれをどうやって捉えるかっていうところを、僕は見ていきたいと思いました。8枚目ですかね、あ9枚目です。でここで東洋医学と西洋医学の違いをちょっと話させていただきたいと思います。先ほど言ったちょっと、イメージとして漢方薬とか、壺とかってイメージだと思うんですけど、一応江戸時代まで東洋医学は日本の主流の、西洋医学が入ってくるまでは日本の主流の医学で、これ一本で患者さんを治療してました。でそこから西洋医学が入って、西洋医学がボンと、台頭してきて、西洋医学一本に日本はなってしまったんですけど、西洋医学の考え方として基盤としてデカルトの人間機械論っていうのがあります。ちょっと難しいのであれなんですけど、簡単に言うと、体のパーツを分解して考えてその部分部分で細かく見ていく、その関節だったら関節の部分だけ見て細かく考えて、でそこを治療していくっていうのに突き詰めていった学問になってきます。でなので、手術とか、人工関節とか骨を、骨次じゃない、制服とかをすごく得意になっていく分野になってきます。なのでその部分をの故障を、修正すれば人間は良くなるっていう考えのもと、部分を直せば全体が全て良くなるっていうような、ちょっと間違えると危ない考え方の一面もあったらしいです。で、そこだ、なのでそういう、目に見えるものを、評価として用いたので、正常値や基準値というものが、分かりやすくて、それでそこから逸脱しているものが病気として判定されて、それ以内の中でちょっと怪しくてもその逸脱してなければ病気じゃないよ、それは大丈夫の範囲だよっていうような、分け方をしているので、ある意味すごい分かりやすくて、納得しやすいもの、一般の人にもすごく、これはこうだから違います、これはこうだから病気ですって言えて納得しやすいもので、なのでその一面があったので、日本は江戸時代以降にこれが入ってきて分かりやすくてぐっと急展開、医学を変えてしまいました。で一方の東洋医学なんですが、こっちの方が心身一元論って言って、この辺がちょっと怪しいって言われる由来になってきたの部分もあるんですけど、心の症状は体にも出るし、体が病んでくると心も病んでくるよみたいな考えが、根本にあって、そこから、体を見ていきます。それでなので、漠然とした不調とかにとても強い、なんか頭痛、なんか熱がある、なんか体がだるい、なんか足が動かない、重いとかっていうのに、すごく特化して見ていった学問になります。で、ちょっとバカボンドを乗らさせていただいたんですが、東洋薬の派生って言って、いや東洋薬っていうのはそういう全身を、まあ、心とかを見ていくので、ちょっと視野がすごい広い、莫大な、いろんな分野があってちょっとまとまりがつかないので、今回僕は動きっていうところに特化した東洋薬から派生した部分を調べさせてもらってます。それで、東洋薬っていうのが、江戸時代から一応
日本に入っ、ああごめんなさい、江戸時代の日本に入ってて、その頃に、東洋医学をバックボーンとした割烹殺法っていう、なんて都市療法というか主義が生まれます。そこから矢印の通り武術とか、正体って書いてあるんです。これ字間違いじゃなくて、最初正体ってこういう字を書いてて、そこから下の整える体になってたんですけど、で今日、一緒にみんなとやり、皆さんとやりたいのは相対法っていう、その正体からさらに派生したちょっと運動をやりたいと思ってます。でちょっとこの辺のもう少し細かい説明だけさせてもらいます。ちょっと赤字のところで、割烹殺法っていうのはちょうどこのバカボンドの時代、江戸時代とかもうちょっと前ですね、戦国時代に生まれて、割烹が、戦場で傷ついて動けなくなった時に動かすためのもの、それで殺法が、まあ、人を殺すために効率よく、人を殺めるための技を考えた、治療じゃないな、主義で、戦場なので動けなくなったらすぐ殺されちゃうので、それをどうやって、動かしてなんとか生きながらないなきゃいけないってところで割烹っていうのが生まれました。なので戦場でよく使われたらしいです。殺法も同じで、で殺法は人を殺すっていうことに長けてたり、人を壊すってことに長けてたので、それが武術っていう形に、派生していきます。で、割烹っていうのは人を助ける、要は痛みを治すっていうところから、下の矢印の正体、正体って書いて正体っていうところに、変わっていきます。この生態に変わったのは大正時代で、それまでは割烹って言われてたんですけど、そこからいろいろもうちょっと体を細かく見たり、時代に沿っていく食べ物とか変わると体の体質も変わってくるらしいので、そういうので時代に沿った、都市療法が必要なんじゃないかっていうところで、この生態っていうものが生まれました。でその次です。で整体っていうところから、昭和に入って整える体っていう、都市療法が生まれたんですが、これは整形の、あ、ごめんなさい、整体は、ごめんなさい、整形じゃない、都市療法の治療科が考えたんですけど、そこからこの相対法っていう方に行ったのは整形の医者が考えたものです。で、この頃から何人かちょっと西洋の医学に疑問を持った整形の先生が、西洋の先生がいらっしゃって、それでなんか治んないな、なんか症状が取れないなっていう人に、どうやったら、もうちょっと体を良くしてあげるんだろう、あげられるんだろうって考えた時に、整体っていうのを学び直して、そして相対法を編み出しました。で今日相対法ちょっとこれからやるんですが、このおじいちゃんが創始者です。橋本慶三さんって言うんですけど、西洋医学のドクターで、すごい変わり者だと、仙台に住んでらした方なんですけど、すごい変わり者なんですけど、とても人気で、町医者、当初町医者だったらしいんですけど、そういう細かい病気をの患者さんがしょっちゅう引き出しに来る。でもその中で全然治せない人がいっぱいいる。じゃあどうしようかっていうところで、学び直して相対法って作ったんですけど、この相対法っていうのはすごいざっくりしていて、このおじいちゃん自身もざっくりしてたらしいんですけど、完全な治療を目指すんじゃなくて、体は 6,7 割良くなればもう勝手に治るよっていうコンセプトで、まあ、あとは体は心地いい状態をずっと保っとけばもうどんどん良くなるんだよっていう考え方で、この2大コンセプトで、橋本慶三さんは都市を編み出しました。で、相対法の原理原則で、全ての動きは前後屈、左右側屈、左右回旋の複合運動でしかない。あと最も動きの悪い複合運動の反対の運動が最も気持ちいいっていう、これもまたちょっとでもよく考えると確かになっていうところで、結構ざっくりした、最初見た時、あ、ざっくりしてるなって思ったんですけど、確かによく考えるとこれを取り入れてもいいなっていうところがあって、脊柱の動きなんか特に皆さん
教科書とかで見てると思うんですけど、確かに前後前後屈左右側屈左右回旋で単独で起きてることなんてまずない。でも治療にすると そこの一部分だけフォーカスして側屈を直そうとか、回旋しすぎてるから正中に戻そうとか、そういうどうしてもそっちにフォーカスしてしまうことがあるなって、僕は少なからずそういう目線で見てしまったことがあって、あんまり複合で、治療をしていくっていうまで展開できなかった自分がいて、これを見た時に最初はあんまり分かんなかったんですけど、確かにこうやって見ないとダメだな。で、最も動きの悪い複合運動の反対の運動が気持ちいいって、ちょっといまいちこれも分かんなかったんですけど、これ、原始反射が関わってくるらしいんですけど、要は皆さん右んとかにお尻乗せると勝手に側屈しバランス取りますよね。そういう能力って人間にあって、一番楽な位置に体を戻そうとする、体を傾け無理やり傾けられたらそっちにこうやって戻そうとするだとか、ねじられたら反対に抵抗するとか、そういうので一番いい位置、自分の中で一番いい位置に戻そうっていう反射が備わってるらしいです。なのでその運動を取り戻していきましょうよっていう運動が相対法の原理原則になります。でちょっとせっかくなんで、ちょっとスタッフを使って、こんなことをやるっていうのをこれから見ていきたいと思います。相対法は他にもいっぱいあるんですけど、とりあえず根本的な、簡単なもののみやります。で今回胸郭見なかったので、胸郭の動きに関与している関係している、相対法をちょっと取り入れました。でただ簡単にこれこうやってどっちの方が楽ですかって聞くだけです。どっちですか、ね、左、まあ、なんとなく見て分かる人もいると思います。あと側屈はお尻に、だいたいお尻乗っけてっていうとやってくれるんですけど、左のお尻乗っけるのと右のお尻乗っけ、これもだいたい本人が分かるんですけど、よほど悪い人は逆を言うときあるんですけど、それはどっちでもいいって言ってました。どっちでもいいって言ってましたというか書いてありました。これとこれどっちがいいですか、こっち。で最後前後屈ですね。前に背中を丸める、これ骨盤じゃなくていいんですけど、あと背中を反らす、でどっちが楽か、あとは痛みが出ない方を探ります。今どっちでしょうか、こっちが楽で、これの組み合わせで見ていきます。まずじゃあせっかく最後やったのから丸めます。で、側屈が左に良かったんでこうだし、でそれさらに回旋、これ3つの動作合わせた